先制したのはファイターズでした。1回の裏です。陽大館が先頭バッターで出て、その後中島が送って3番田中健介のこの当たり、まあ、もう一伸びすればホームランというぐらいの、ね、大きな当たりでしたが、これがタイムリーツーベースヒットとなりまして、ファイターズが1点を先制します。1点の援護をもらった大谷、その直後でした。2回の表、この回はワンアウトを取ってから連打を浴び、フォアボールも絡んで満塁となって、今井に走者一掃のタイムリーツーベースヒットを浴びて、あっさりと逆転されてしまいます。さらに3回の表も失点します。この回はダブルプレーを取ってツーアウトからだったんですけれども、連打を浴びます。クルーズのタイムリーツーベース、そして7番の鈴木にも連続タイムリーツーベースヒットを浴びまして、大谷はここでノックアウト、3回途中でノックアウトということになりました。ファイターズは3回の裏に1点を返します。ワンアウト1塁3塁から4番の中田翔のタイムリーヒット、その後近藤もこの辺り抜けていればという辺りでしたが、クルーズのファインプレー、463のダブルプレーとなって、これ以上点は取れませんでした。6回の表です。この回からマウンドには白村がマウンドに上がっていたんですけれども、その白村2番の角中にフォアボール、まあ、立ち上がりから全くストライクが入らないという状況でした。そして3番の清田にはレフト前に2点タイムリーヒットを浴びまして7対2。さらに7回は石井優也がマウンドに上がります。しかしその石井も2アウトランナー1塁2塁とされると、9番の田村にタイムリーヒットを浴びまして8点目を許します。7回の裏ファイターズはワンアウトランナー2塁から代打杉谷を送り込みます。その杉谷が振り逃げの間にセカンドランナー、リードオフダブルで出塁していたレアードが一気にホームに帰ってきまして1点を返します。しかし1点を返したらまたすぐに返されました。8回の表、ライブリーがマウンドに上がるんですが、3番清田のソロホームランで9対3、これがファイナルスコアとなりまして、ファーストステージ大事な初戦を落としたファイターズ、マリーンズが9対3で勝利しています。